で今回ね、外跳ねしたんで、それを、まあ、横の毛が鬱陶しいということで、くるりんぱ、簡単なくるりんぱ、まあ、2分ぐらいできるくるりんぱを、していきたいと思います。ちょっとだけ手伝ってくださいね。持つだけですけどね。で、耳までの毛ですね。耳まで。こうね。耳横の毛までを取ります。ね。すいません。はい。はい。で、この2本をねじります。で、ねじったものを、まあ、クロス。ねじねじですね。ねじねじ。します。落としてみ。たまたま置いたけど。触覚として。それもアイデア。触覚として。触覚としてください。前から鏡に欲しい。映ってます？映ってます。はい。触覚を下ろしとくのも一つの手です。で、先ほどと一緒で、2本をねじねじ。ねじねじしていただいて。今日歩き？歩きです、ね。いつも歩きなのに。あ、雨降ってるんで。ああ。あ、これね、ごめん、カメラ置いといた方がいい。適当にアングル変えてしといて、ね。で、ごめん。で、これをね、止めます。ゴムで。まあ、簡単なのね、これは。で、これほぐすとこが大事。くるりんぱはくるりんぱでもう有名なんで、もうみんな知ってるし。で、これを、くるりんぱですね。ここ。映ってる？うん。はい。で、これをぎゅーっと一回縛ります。縛りました。ね。もうね、ここをほぐしていくのが大事で、強すぎたらちょっと、なんか硬いので、全部ほぐします。ほぐすのには引っ張ることです。で、引っ張りすぎてもちょっと全部毛が出てしまうんで、程よく。どうです？ちょっと変わりました？変わりました。変わりました。どれぐらい？あ、いいですね、いいです。で、ここのアングルでもいいね。こっちに。これからね、引っ張ってください。ギューッとね。で、ここはきつそうやったら、ピンで止めたり。まあ、こんな感じです。痛くない？うん。大丈夫です。いいね。このふわっとした感じもいい。このふわっとした感じも合ってる。ここがきつすぎたらなんか合ってないから。で、ここのゴムの戻りが強いときはピンを止めて、ここにやってみてください。また仕上がり移しますんで、以上です。はい、くるりんぱ仕上がりました。で、ちょっと戻りそうな髪質やったんで、ね、硬い髪質の場合はちょっとくるりんぱしても戻るので、ピンをこことここに中に差し込んで固定しましたので、これで戻ることはないんで、まあ、くるりんぱだけでも、まあ、長い髪の毛の人の場合やったら戻らないんですけど、ちょっと短いというか僕ぐらいやと戻りますので、ピンを刺してください。で、まあ、外羽に対してくるりんぱが合うというハーフアップというか簡単なセットなので、家でもねできるのでやってみてください。で、触覚を残すことによって小顔効果と、ね、前髪を眉あたりにすることによってね、なってますね。こういう感じになってますよね。いいですね。まあ、いい、このポジションちょうどいい。そこちょうどいい。こんな感じでね。できそうですか？くるりんぱできそうですか？できそうです、ね。できそうです。まあ、やったこともある感じで。うん。たまに。たまに、髪の毛長いときに、髪の毛先でやるのがくるりんぱ。くるりんぱね。か、耳かけね。わかりました。ほな、またやってみてください。はい。